あ、俺映ってる。まさかの、ケンジ、ケンジです。まさかのケンジ、一人、しかも一人、罰ゲームです、これ、多分ね。いや、あの、代表潰れてて、多分無理だと思うんですよね。顔赤い、多分洋服赤いから赤く見えるんだなっていうのだと思いますね。でもふざけんなよお前。え、どうしたのじゃないでしょ、ニコ生じゃないの今日でしょ。俺今一人で映ってるんですけど。一人、いや一人の会なに、家帰ったじゃねえよ、本当にふざけんな、マジで。ニコの生全部流すからな。家帰ったじゃねえって。え、ニコ生中っす。今、ニコ生中っすよ。検査始めましょう。え、ゆ、な、なんすか誰と電話してる？え、伊月さん、伊月さん。俺も今電話して、家帰ったとか言ってましたよ。で、なんで、マジで戻ってこいよ。ふざけんじゃねえ、クソ代表。めっちゃケンジさんコメント来てる。え、これあれっすよ。え、5分10分かかってるんだったら、じゃあ、あれっすよ。もう本当に5万ね。あ、来た来たよ。え、5万。いや、マジ棒読みすぎるから代表。なんでだ。俺ずっと一人でここでやってるんですよ。でも、ケンジさん一人でこのくだりいらないでしょ。何？5分10分で戻ってくる。じゃあ前髪がおかしいわ。じゃあ5分10分で戻ってくるんだったら、じゃあ5万か10万ね。いやいや、俺今いるやん。お金払ってない。あ、痛い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 。いつきさんですよ。いしょ。終わり。クレイジーなよ。あ、この下り終わり。行こうか。行きましょう。俺一人でできる。クレイジー。お前やったの？いや、もうやってない。一人だもん。始まってますよ。あ、始まってんだ。すいません。いろいろあって遅れました。あ、いつきです。なんでテキーラそれで飲むの。いや、罰ゲームでしょ。でもちょ、見て前髪やばくない？これ見て、この何。いや、かわいい。これ見て。なんかちょろげ直そう。でも、ケンジさんだけでコメント70ぐらいまでやばっ。ちょっと待って、ケンジ…ケンジ…え、ケン…ね、なに、ケンジ信者？え、信者ね。ケンジ信者？信者、ケンジ信者。半端ねえな。いや、だからケンジに質問もらいましょう。もう、うん。いつきくんとケンジと会いたいって書いてます。いつでも会いますよ。前髪少ない。前髪少ない言うんじゃねえ。あれ、オープニングまだ。俺の方が少ないんですか。オープニングまだじゃないですよね。もうやりましたよね。まだ。まだですか。はい、行きましょう。オープニング行こう。行くよ。クレイジー。クレイジーの役。やべ、あの、別に行くよ。おめえ見て。行くよ。せーの、クレイジーだよ、夜更かし。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ、始まりました。うえ、今日もニコ生。俺とディズニーは絶対行かない方がいい。すげえ、いつきさん大好きばっかってます。コメントください、もっといっぱい。最近いや、これ絶対さ、お姉さんティッシュください。このコメント八百長でしょ。いつきくん大好きのコメント。代表取ったよ。え、なになに。ティッシュ。いい準備。なんで行かない方がいいの。ディズニー、ね、ディズニー行ったことある。俺ディズニー、いや、行ったことある。ある、ない。じゃ、俺ないって言ったら嘘でしょ。で、俺ディズニーにまあ行ったことあるんですけど、やっぱりなんて言ったの、女の子がじゃあ何か乗りたい、じゃあ乗りました、まあいいじゃん。何か、何が
褒めあるじゃん。なんだっけ、あのなんだっけ、アトラクション。アトラクションだったの、そのなんだっけ、え、なんだっけ、あのなんだっけ、ミッキー。ミッキーとか。じゃあ褒めて。ドナルドとかさ。ミニーちゃんとかあるじゃん。ミニー。いや、それは合ってんの？合ってる。俺わかんないわ。ミニーちゃん合ってるかどうかが。そのディズニーいた時に、いやいや、ケンジいつものことだから大丈夫。それかわかんない。なんていうか、そのなんていうの、キャラクターに対して楽しみ方がわからない。あ、男として。そう、男としてその楽しみ方がわからない。だからその乗り物乗るのはまあいいじゃん。まあはいはいはいって感じじゃん。待つ時間とかさ、女の子はそういうのもはまあ分かって。いっちゃん真面目かと。真面目です。お前行ってどうすん、どこ行くんだよ。行ってテキーラ。どこ行くんだよあいつ。ほんとにもう、じゃあ、すいません、なんか、お茶がなんかないですか。あるよ、お茶あるよ。あ、やっぱでもそんなに深く考えなくていいもんなんだ。でもなんかやっぱりそのまあ一応ホストだから今は。見て、そう、なんていうの、めっちゃ懐かしい食べっ子動物。あの、リスナーに見せてあげない。リスナーに食べっ子動物。でもなんかそのめっちゃ懐かしい、それなりに楽しめばいいんだよって言うかもしれないけど、深く考えなくていいかもしれないけど、やっぱりその楽しませてあげたいっていう意識はあるわけじゃん。で、その中でなんかでも自分の葛藤もあるわけよ。チェイサーが、だからそこはどうした方がいいのかなみたいな。そうっすよね、女の子なパレードが見たい子なのかとか、乗り物にいっぱい乗りたいのかとか、で歩いてるだけでいいのかとかっていうのがなんか分かってくれると、なんかすごいやりやすいよね。え、普通に分かるんじゃないですか。でもお前だって、じゃあ女の子とディズニー行ってって言って、行ってどうすんの、行ってどうすんの。でもケンジはディズニーシーしか行きそうないよね。ディズニーシー、うん、ランドは嫌だって言いそう。ディズニー行かないです。あ、行かないんだ。行かないです。俺も行ったことないですね。行ったことないの。いや、小学校3年生とか修学旅行、修学旅行ぐらい。あの、普通にプライベートみたいな感じじゃないっすね。いや、俺普通にディズニー行かない。俺もダメっす、並ぶのとかダメだし、楽しみ方が分かんないっすね。まあそうか、全然ダメっすね。え、いつきくんディズニー展開するな。いや、しないから。全然これ読めないんだよね、これ。ケンジ君、お化け屋敷、君がよ、君が、あの、国家っす、国家っすよね。ケンジの君がよがマジで。あ、これあれ、あれじゃないの、君がよ、俺9点出したからって。知ってるやつだね。知ってるやつだね。あれ知ってるやつだ。そういうことか。あれ知ってるやつだね。ふざけんじゃねえ。おい、あ、だ、誰だっけ、あの、グローのあいつ。斎藤くんだ。斎藤。斎藤。その話詳しくできます。でも並ぶときなんかよく言うじゃん、でもディズニーと鎌倉は、ディズニーの鎌倉は。まずいですね、食ってみて。何？食ってみて。パンダ。あ、パンダ食ってみて。あ、俺だからパンダ。うまチョコレートね。並んでるからなおさらうまいね。並んでる間イチャイチャしたらええやんって言ってます。だって並んでる間にイチャイチャどうやってするの？人前でイチャイチャとか。いや、絶対無理。できないですよね。絶対無理。お前イチャイチャする？人前でイチャイチャ。人前で高校生まで終わった。高校生そうか、ならわかるじゃないですか。まだなんか手つないだりとか。そうだね。そうだね。確かにね。なんかたまにほら帰ってる時とか夜中とか寄って抱き合ってる人とか、うん、いるね。いるじゃないですか。いるいるいる。俺あれ、ああいうのができないですね。せっちゃん意外といけるでしょ。いや俺いけないです。あ、ダメなんだ。じゃあ例えばじゃあどうすんの。何じゃあその、じゃあ彼女ができましたとか、はい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 、じゃあ仮にじゃあ自分の中のいい人ができましたってなったら、はいはいはい、どういう風な対応を取るの。外でってことですか。外で、外で。じゃあデートしました、はいはい、じゃあご飯行こうよっつって、じゃあまあ今だったらミルクが天球が月曜日でしょ。はい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 、え、ありえすぎる。ミルク月曜日天球じゃん。いや、じゃあ、あの天球のディズニーはお客さん多いからダメっすよ、うん、なんで。なんで。あ、そっか、ホストクラブが多いからってことね。休みがあってことですね。多いどうなんですか、どこまでがお客に OK ですか、手つなぐとか。どうなんだろうね、どこまでが OK なの。どこまでがなんかまだいけるかなっていうあれっすよね。うん、イチャイチャ。え、逆にさ、もう寝てんじゃねえよお前。え、画面、画面で寝てるよね。何考えてんの。ディズニーでホストの見つけた客遊び。え、でもさ、その、あ、仮にあの、リスナーさんたちは、その、なんていうか、
ディズニー、ディズニーに行った経験は何度もあるわけじゃないですか。で、あ、これ絶対ホストとお客さんだなっていう感じは見たことあります？あ、いや、普通にあるでしょ。あるんだ。やっぱりあるんだ。わかります。やっぱりあるの。わかる。あります。俺イチャイチャしねえから俺はイチャイチャ、イチャイチャしたいんだけど恥ずかしがりだからできない。あ、そういうことですか。できない、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 マジでできない。え、手つなぐ、手つなぐ。できない、できない、絶対できない。無理、無理、うわ無理、無理上はダメでしょ。上、違う違う、上じゃない、出そうだった今。ミルクで見てるよ。え、俺ミルクで手これ斉藤くん。あ、斉藤くんね、ミルクで見てる。斉藤コメントいらんから。斉藤はコメントいらん。ケンジはじゃあ逆にさ、どうなったらさ、そのなんていうの、女の子の好きなポイントって何の？ポイント？うん、え、ポイントって言ったらあるじゃん、なんかその萌えってなんて、はいはい、なんだっけ？芸能人で言ったら、じゃあ誰？今？うん、今だったら芸能人で言ったら誰？ね、斉藤さんって言おうとしたの。じゃあ、ゲイか、じゃあコメントか。コメントに斉藤くん誰って誰できたの？斉藤系列の美容室。そうだね。そうですね。うちの系列。これ緑茶っすか？緑茶、緑茶、緑茶。で、テキーラ。嘘つこめしないですよ。あ、嘘嘘嘘。つこめしない。早く緑茶飲めよ。ノーセットでマスケのホスト。テキーラの緑茶飲めよ。テキーラの緑茶。これテキーラ。テキーラじゃないですか、それ。あ、半袖寒くないのって言ってますよ。テキーチャ、テキーチャ、テキーチャ、いや、テキーチャ、これ飲んでるから全然寒くないでしょ。女の子が思えるポイントは、俺は恥ずかしがってるポイントかな。怒ってるところよりも恥ずかしがってるところが好き。恥ずかしがって、例えばどういうシチュエーションみたいな感じですか。え、でもそれ分かんない。なんかがあって恥ずかしい仕草みたいな、なんか不意に見せる感じが好きみたいな。ケンジいつもベロベロじゃんって、うん、当たり前の話。終わり。これでこ。逆にでもその男の子の好きなポイントっていうのは何があるの？ああ、そうですね。うん。キュンってする。なんかその昔で言うとだってバック姿とかさあったじゃん。はい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 。ああいうんじゃなくて何が好きなの？ケンジ。そういうの聞きたいですよね。聞きたい、聞きたい、聞きたい。好きな人限定じゃない。これさ、タイミングでお願いします。はい、お願いします。よいしょ。 CM？ そしたら一回 CM 挟むか。いつきくん大好き。さあさあ、2、2、1。ちょっと忘れられ、いつきくん。ちょっと会いたいな。よかった。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン。金も女も全てを手に入れた。これからこの歌舞伎町で一番のホスト。マリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。あーやべえ、俺がアップで出てくる。え、くわえたばこで開かないペットボトルの蓋を開けてくれたらもえ。うん、くわえたばこで開かないペットボトルの蓋を開けてくわえたばこでしながら、まあ、開かないよみたいな感じで、じゃあ開けてやるからみたいな感じで、タバコ吸いながらやってるのが好きでした。あー、そういうこと。俺タバコ吸えねえ。いや、吸わないじゃん。でも吸えねえ、火吸えねえから。え、俺ほんと吸えない。準備いいから俺。火も大丈夫です。何？そういうシチュエーション的な。いや、つけたらここで怒られるから。あの、そういうふりじゃん。吸えない。で、くわえたばこで何？くわえたばこで開かないペットボトルの蓋を開けてくれたら。開けない。あ、開けるだから、いや、一回そういうシチュエーションじゃないですか。一回こうやってください。くわえるだけ、くわえるだけ。
で、これで大丈夫ですか？これ吸えてる？いや、吸えてるって火ついてないから大丈夫。で、あら、演出だから、じゃないですか。演出、そういうのやりましょう。で、この、あの、キャップを取れたらかっこいいね。加えながら、いつきくん開かないよって言ってくれると好きじゃない。じゃこれ雰囲気ちょうだい、ここら辺に。いや、いらないわ。緑じゃねえわ。いらない緑じゃねえな。いらない。いや、いるでしょ。いらない。なに、えっちゃんの席でタバコ吸いづらいってますよ。え、じゃあ俺やってみていい？ケンジ、待って。あ、ぽい一回やりましょう。で、これでキャップ開けんの？ケンジ君、これ開かないんだけどみたいな感じで加えながら。そっちじゃないでしょ。ケンジ、そっちじゃないでしょ。加えタバコで、あ、加えチェットボトルやろ。それめちゃくちゃ器用なやつじゃないですか。え、加えタバコで加えペットボトルじゃないの？いやいや、ちゃんと捨てみや。違う、ダメ。いや、でもなんかさ、え、じゃどっちをどっちがすればいい？じゃ、でもなんかかっこいいよね、タバコ吸うのって。まあそうですね。俺が初めてさ、まあ、いや、もう NG コメント増えたやん。え、加えタバコでどうすればいいの？じゃあ、ちゃんと教えて。ちゃんとこれ吸ってみてよ。加えるな、タバコの方で加えて、で、両方とも加えたわ。吸ってみて、じゃあ吸ってみて、もう一回もう一回攻めて。もう一回テイク2。どうすればいい？タバコは口で加えてて、でペットボトルを手で開けるんじゃないですか。女の子がこれ開けれないんだけどっていうのを。え、じゃあ誰か、じゃあ、あの女の子役をしなくちゃいけないの？そうですね。女の子役で、いつかに行こう。女の子、なんで俺なの？いや、なんで俺なの？おめえ代表だろ。なんか私、え、スリーツーワンだって女の子が言って。3-3-2-2-1-1のあのコメントちょうだい。なんかさ、私さあの中学どうしてんだよ。ペットボトルの蓋開けられないんだけどケンさんに言う。ああ、そういうことね。ねえ、ケンちゃん。なに、いつもありがとうね。何してんだよ。なに、ケンちゃんと一緒にこうやっていう時間を共有できてさ、幸せだよ。俺も幸せだよ。いや、私も幸せだよ。好きだよ。もう一回言って。好き。何？好き。ちゃんと目を見て言って。え、目見て。恥ずかしくて言えない。もう全然ペットボトル関係ないじゃないですか。難病放連月経難病。やめてください。チャンネルテイク3。テイク3行きましょう。行くよ。ケンジ君。何？やっぱり私さ、中学校からさ、あのケンジ君のことずっと見てたんですよ。中学校で、はい、ね、俺何中だか分かる？三中。うん。戸田東。知らんわ、そんなこと。その設定いらんわ。なんでもいい。でも、ケンジ君のことが本当に好きで、でもやっぱりはい、あのタバコを吸ってる姿が好きだったんだ。いや、タバコでも体に悪いよ。え、な、え、どういうの？本当やっちゃう。あ、これか。それ。あ、ちょっと待って、いい。じゃあもう一回、あ、テイク3。いく。あの、ガチャーン。バ。あ、ねえ、ケンジ君。ケンちゃん。何？ペットボトルが硬いよ。硬い。開けて。俺のチンチンみたい。もう一回いくよ。もう、すみません。テイク4。もう話せない。行くよ。ここまでたどり着かない。あ、チャリン。ガチャン。ケンジ君。喉が。あ、始まった。あ、でも。何？あた、開けられない。開けて。開けてやるよ。え、力あるの？何？いやだ。なちゃんと開けてくれる？開けて。開けて。いいよ。トロッ。ほら、やった。お。こんなんでいいの？これで、ね、燃えてくれたから。こんなんで燃えるの？もう聞いて。ね、こんなんで燃える？燃えたかどうか。おーって来てるよ。おー。
あーって五木君じゃん。多分多分今俺五木関係ねえじゃねえか。俺じゃねえかよ。でもさ、多分それだね。それそれって言ってますよ。いや嘘でしょ。気持ち悪い。なんもう逆に成功して嬉しいとかもうそれがやったことに対してになってる。いや気持ち悪くていいよ。今気持ち悪いもん。でもなんかでもさあるじゃん。なんか格好つけたポイントみたいなのあるよ。ケンジの中でさ、あ人生の中で一番格好つけたのは俺みたいなさ。いや俺いつも格好つけてるかわかんないよね。嘘つけ嘘つけ。よだれ出たわ。嘘つけや。絶対格好つけてない。何？いつも俺あれやったことあるわ。18かなぐらいの時に、まあ免許取り立てで車でドライブ行って、まあ広島出身だから、はいはい、広島のなんていうか夜景が綺麗なとこあるじゃん。じゃあ俺ちょっと一回聞きたいことある。一回聞きたいことある。え全然話変わっていいですか。おいおいおい、しゃっくりひゃっくりどっち。あそれ今日言ってましたね。そう今日の、いや俺超聞きたい。えあそうか、しゃっくりしゃっくりか、ひゃっくりしゃっくりひゃっくり、あのアンケート出してもらいます。それかしゃっくりとひゃっくりで。いや俺毎日楽しいよ。おひゃっくりも来てる。ひゃっくり来てるよ。いちいちあんのひゃっくりでしたっけ。俺ひゃっくりなんかしゃっくり。えじゃあこれコメント取ろうよ。コメントひゃっくりが東京の方が、コメントじゃない、あの投票投票。ひゃっくり結構ありますね。ほんとだ。俺はしゃっくり、俺しゃっくり派だもん。俺もしゃっくりなんですよ。じゃあ俺マジで本当にあのバカって言われたんですよ。バひゃっくりひゃっくりバカ。何それみたいな感じってことですか。え何それみたいな、あの言葉知らないのみたいな。五木君大好きいらんわ、はいはいはい、もうすげえ来てるよ。五木君大好きいらんから、とりあえずひゃっくりとしゃっくりどっちかにして。地域によって違いそう。えこれあの あれですよ。ギュッて出しましょう。あーもらいましょう。え、そんな違う、あるんすね、でも、その方言。いや、あるんじゃない。ポンポンポン。え、どっち向いてんのこれ。カメラどこなの。カメラえ、どっちこっち左じゃないですか。切り替え出します。切り替え出します。はい。69.3% でシャックリ。シャックリ。あ、でも 69.3% でも 40% はシャックリいるんすよ。え、嘘でしょ。俺知らなかったそれ。これ今投票したのが10人中4人とかじゃなくて。すごい。え嘘でしょ。そうよ、ありがとう。何見てるんですかね今。え本当に。えひゃっくりって呼ぶ人っているんすか。でも 40% っすよ、してくれた人の中で。え嘘でしょ、しゃっくりじゃないの。その中で東京か地方か聞きたくないで。一応なんかそのケンジがウィキペディアで調べたんですけど、ひゃっくり、えしゃっくりが普通、しゃっくりが普通なんだけど、ひゃっくりは東京の方便らしいよ。でもひゃっくりだと思って東北人って言ってます。え東北、え東北なのにひゃっくりなの。江戸っ子弁だよ。そう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 それそれ。だから東京はひゃっくりらしいよ、はいはい、でもケンジのお父さんはひゃっくりだったので、じゃあケンジのお父さんさ、バカにしないでお前今日言ってたじゃん。えケンジのお父さんバカだからやめてもらっていい。ケンジのお父さんマジでおもろい。え、なんて言ったんだっけ。いや、お湯お湯だっけ。え違う、ごぼうのことゴンボえ、なにごぼうのことをゴンボー。ゴンボー、よだれね、はいはいはい、よだれのことをゆだれかわいいっすね。あの、やっぱ子供に似たっすね。ゴンボー、ゴンボーこゴンボー、ゆだれ。でもなんかその、わかんないで子供に似たわ。えゴンボーは東北言うよね。ごぼうのことをってことですかね。えあのえ、お前いるやん。え、嘘。ケンさんのどこ、どこ出身なんですか。東京え、どこ。でもさっきもだって東北、あ、なんでしたっけ、東北は東北って出てましたね。え、東北出身の人ってしゃっくりのことをひゃっくりって言うんですか。ごぼうのことをごんぼうって言うんですか。へえ。え、よだれのことをゆだれって言うの。お前のお父さん東京出身じゃないんじゃない。え、東京だよ。あいつだってあの赤いスポーツカーで乗ってる。赤いスポーツカーめっちゃ都会じゃないですか。めっちゃ都会。なんか赤いスポーツカーちょっと古いけどね、ほんとに。じゃあ古く言おうよ、昭和で言おうよ。でも親父だからゆだれは言わない。私東北だけどしゃっくりだって。やっぱそうなんだ、よかったじゃん。いやこのケンジ大好き斎藤でしょどうせ。うるさいやマジで斎藤。斎藤さん、斎藤うるせえぞ。ケンジ君手振ってください。
あ、手振らん、もうね。斎藤がうざいから手振りません。笑った。笑った。言わないだって、秋田は。秋田は言わないんだって。夜更かしお母さんみたいです。夜更かしお母さん、雑事ずつとか言えない人でしょ。いや、それあれじゃない？あ、そうか、あ、そういうこと。月曜日の夜更かしか。大事なこと言えない人だ。ちょ、告知しようよ。あ、そうだ、明日。そう、一分前だから明日か。8日、はい、8日、9日、明日、明後日、ミルクが3周年です。で、え、そっからなんですか。え、3周年なんで、うん、ぜひミルクに来てください、はい、ね、ミルク 3歳になります。3歳、あと30秒。3歳か、まだ若いな。まだ若いですね。まだ若いな。で、それで5年、10年、うん、やっててもらってね、代表とケンジさんにも5年、10年付き合ってもらって。俺5年、10年って20 10年後35だから。10年だったら、うん、また2週間後に会いましょう。やりますんで、その時はよろしくお願いします。じゃあね、またね。でもなく黙り込んだことにさえ何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった群青、ましてや無情なこと溺れて番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。 Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night Tube、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。